皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回は夏のバッグの中身の紹介をしたいと思います。じゃん、これは最近買ったジャンニ・キャリーニというブランドのバッグなんですけど、今年は結構イエローが流行っているので、あと私も最近ファッションの中にイエローのカラーを取り入れるのがすごく自分の中でもハマっているっていうか好きなので、バッグも黄色の新しいやつを買いました。今日は中身の紹介をするんですけど、そんなにね大したものは入ってないんですけど、まずじゃん、 iPhoneあとハンカチ、これはプレゼントでもらったやつなんですけど、ローハンマーのやつ。あと次にこれは ADSR の、これは最近新しく買ったサングラスです。薄いピンクがすごい可愛くて、横のところとかもゴールドになってて、夏になんか水着とかと合わせても可愛いなと思って買いました。スースースース。あとはハッチの UV ボディクリームの日焼け止めで、もう見た目も可愛いので、なんかバッグから取り出した時とかもおしゃれだし、これはちょっとパールっぽい感じでツヤっと肌が見えるので、あと保湿効果もあるので気づいた時にこういうとことか塗るようにしてます。で香りもすごいいいのでおすすめです。あと iPhone7、 これ2個持ってるんですけど、これ本当に全然使わないんですよどうしようと思ってて、これはでもカメラがすごい綺麗だから、やっぱ7の方がどっか撮影行った時とか遊びに行った時とかの写真とか、コーデとかの写真とかは全部こっちで撮ってます。じゃーん、ジョーマローンのゼラニウム&ナッツのハンドクリーム。ハンドケアは結構こっちの日焼け止めと一緒で、気づいた時に手洗った後とかそういう時に塗るようにしてます。次にじゃーん、お財布、あとはキーケース。バッグがそんなに大きいもの使わないので、長財布はここ最近はもうずっと使ってないで、こんぐらいの小さなバッグにも入るような大きさのお財布を最近は選ぶようにしてます。あとスイカとかは全部キーケースとかに入れといてて、こうやってすぐ取り出せるようにここに入れといてます。あとじゃん、こちらは SK-II のミッドデイミラクルエッセンスの美容化粧水のスプレータイプなんですけど、これ最近すごく良くてお気に入りで、シュッて出てくるミストの粒子が細かいので、化粧の上からシュッてやっても全然揺れにくくって程よいツヤ感が出るので、これはすごくお気に入りです。あとじゃん、手帳。手帳は毎日持ち歩いてて、さっと予定とかが結構急に入ったりなくなったりとかもあるので、すぐにメモしてやるようにしています。あとはこれどこのだっけな、これ髪の毛ガチャって止めるやつです。一つ結びとかにしてガチャって止めるやつ。なんかお仕事帰りとかは髪の毛も一つにパッてまとめちゃうことが多いので、こういう止めるやつとか、あとヘアゴムとかそういうのは持ち歩くようにしています。あとこれ鏡、これもねファンの子からもらったやつなんですけど、こんな感じで鏡になってるので、ちょっと外でお化粧直す時とかに使ってます。あとはじゃん、ジョン・マローンのイングリッシュペア&フリーチャーコロン。これ結構なんかこの容器だけインスタとかなんか載せたりしてるんですけど、どの香りっていう質問結構もらってて答えられていなかったので、イングリッシュペア&フリーチャーコロンっていう香りで、これすごいお気に入りで、あともうこんなちょっとしかないんですけど、もうこれ2個目でジョン・マローンの香水の中で一番好きな香りです。あとなんかこれちょうどよくこのバッグ自体に最初からこれポーチがついて、ポーチなのかな、これ何に使うんだろうと思って、私はここにリップとかクリニークのおしろいパウダー、フェイスパウダーを入れてたりとか、あと最近好きなのがこちらのキッカのメスメリックグロスオンフルーティーレッドがすごく可愛くて、これ1個でも可愛いので持ち歩いてます。であとこちらはカイリジュメイのフラワーティントリップなんですけど、見た目がすごい可愛くて、こんな感じでお花が入ってるんですけど、こういうグロスとかあと口紅とか塗る前とかにチュチュって塗ってくれるとツヤも出て保湿もされるので、お気に入りで使ってます。こんな感じで
私のバッグの中身たちだったんですけど、そんなに多くはなくて、一番大きいのがやっぱ手帳が結構かさばるので、手帳が入るぐらいのバッグの大きさが自分的にはベストなんですけど、今の時期だとやっぱりこの日焼け止めとかはちゃんと持ち歩いてる方がいいなと思って、日焼けするとあれなのでちゃんと持つようにしてて、あとやっぱ香り物、ハンドクリームとかもそうだし、あとこの香水とかもそうだけど、香り物は結構私は大好きなので絶対に持ち歩くようにしてます。あとこのやっぱバッグがすごいお気に入りで、色も結構何種類もあったので、もし気になる人がいればぜひチェックしてみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。